SYK と書いて、サイと言います。どうも、サイチャンネルのサイです。今回は、スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーの夜明けの小説から新たに判明したこと、また実現しなかったシーンについて触れていきます。過去にも、スター・ウォーズ関連の考察や最新情報などの動画をアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは、早速行きましょう。まずは、スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーの夜明けの小説より新たに判明した事実に関して、以前、ダース・シディアスがクローンであったことや、ダース・シディアスの復活方法に関して触れていきましたが、今回はまずはレイヤーに関する新事実です。スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーの夜明けの劇中回想シーンで、ルークとレイヤーがライトセーバーを使い、訓練をしている様子が描かれていました。あのシーンの時系列は劇中では明かされてはいませんが、ルークのライトセーバーが緑、そしてルークとレイヤーの若さから考えると、エピソード6、ジェダイの帰還からそれほど月日が流れてはいないはずです。さて、そんなレイヤーですが、実はルークからではなく、あの二人からも学びを得ていたようです。それがオビアンとヨーダです。スカイウォーカーの夜明けの小説によると、レイヤーは長年、フォースを通してオビアンの声を聞き、まりにヨーダの声も聞いていたとのこと。このシーンはぜひ、劇中で見てみたかったですが、レイヤーを長年演じたキャリー・フィッシャーが亡くなったため、おそらく必要最低限のシーンしか出せなかったと考えられます。ちなみにこの回想シーンのレイヤーはキャリー・フィッシャーの実の娘ビリー・ロードがスタントインしており、レジスタンスのコニックス・チューイも演じています。さて、次は物議を醸したレイとベン・ソロのキスシーンに関して。スカイウォーカーの余計劇中終盤、ダース・シディアスを倒したレイは力尽きてしまいました。しかしベン・ソロのフォース・ヒーリングによりレイは復活し、その後レイがベンにキスをするという展開がありました。当初、レイはフィンと結ばれるものだと思っていたため、個人的にはこのシーンは意外であり、驚かされました。しかし、スカイウォーカーの余計の小説によれば、実はこのキスは決してロマンティックなものではなく、感謝を意味するものだったようです。助けてくれたことへの感謝や、ライトサイドに戻ってきてくれたことへの感謝など、捉えようとすれば感謝のキスとして捉えることができますが、最後の時代でのレイとベンのあの交信のシーンのせいで、二人のキスがロマンティックなものと考えても仕方がないと思います。また口同士のキスとなると恋愛関係と考えてしまうのも仕方ありません。このシーンに関しては多くの批判があったので、批判の声を受け小説で弁明する形となったのではと個人的に睨んでいます。さて、次はアイオブビビッシングボブに関して。知っている方も多いと思いますが、スカイウォーカーの夜明けのコンセプトアートでは当初様々な案が出されており、惑星ムスタファーでダース・ベイダーのウェイファインダーを守るアイオブビビッシングボブというキャラも検討されていました。このキャラは割と早い時期に考案されたキャラであり、制作陣の間でも人気があり、実際にイギリスのブラックパークと呼ばれる場所で撮影もされたようです。つまりこのモンスターは劇中で登場する予定だったということが今回判明しました。残念ながら尺の都合のせいか、スカイウォーカーの夜明け劇中では登場することはありませんでしたが、このキャラが将来的に映画やドラマに登場する可能性はあるようです。それはそうと、リスナーの中でこのモンスターの和訳名を知っている方がいれば、ぜひコメントで教えていただけるとありがたいです。はい、いかがでしたでしょうか。ブラックウィドウの最終予告が公開され、それを受けての考察動画もアップしていますので、ぜひそちらも見ていただけたらと思います。チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。